Vlog みたいに始まりましたけど。みなさんこんにちは。夏川しーなです。今日はですね、レディオ P を作った時のメイキングの映像を流しながらおしゃべりをしていきたいと思いまーす。ほんとにゆるい動画です。私、まあ、メイキングの動画流すって言ったけど、これ、こ、このまま、これ以上絵変わらないので、この、<laughs> <laughs> この画角のまま基本的には動かないでもうただひたすら作業をしてる夏川を見ていただきながらラジオ感覚で聞いていただけたらなって思っておりますなんかあれみたいあのほら作業動画みたいな感じですよねなんかほらあるじゃん1時間勉強するから一緒に勉強しようみたいなやつですこれが果たしてどのぐらいの長さの動画になるのかはちょっとまだわかんないんですけど夏川と一緒に作業しようみたいなそういうノリの 動画だだと思ってください,声ひっくいや今日は今日は別にあの寝起きとかじゃないです今14時お昼食べてなんかちょっとまったりした後に撮ってるのでなんかあれだよね夏川もさいろいろラジオとかやらせてもらってますけどこんなにこんなにさ素で喋る場所っていうのも、うん、他んにないんじゃないかなって思いますなんで あの、まあ、貴重なものと思って聞いてみたいただける。何それ自分で貴重なものとか言ってなんか変な人のね <laughs>。<laughs> 何してんだろうこれ今。多分ね、あのーレ、レディオ P のいろんな作業をしてる風景だと思うので、ジングルの音とかを編集してるんじゃないかな。あのね、サンプラーあったじゃないですか。サンプラーに入れる時になんかね、音をね、 何だっけ ?32 ビットじゃダメなんだよって。<laughs> そういうのがあるの。なんかね、ビット数を変えなきゃいけない作業をしてるんだよ、多分レディオ P、皆さんに楽しんでいただけたみたいで、よかったです。ちょっと自分でも、なんか台本書いてる時に、なんつうもんを作ってしまったんだっていう気持ちにはなってたんですけど。でもね、楽しかったの、このレディオ P の収録というか、撮影というか。 自分がやりたいことが全部できたっていう感じ。自分がやりたいものがあって、でもそこになんか自分のやれること、技術、やれる段限界みたいなものがあって、ちょっとう上にあったのよ。そのレディオピでやりたいことは <laughs>、ちょっと自分じゃできないなって思うところにあったんだけど、そこをめげずに頑張ったおかげで、あの、思い通りにできたので、なんか成功体験って感じでした。 そうさっきも話に出しましたけど、そのサンプラーっていうのがあるんですよ。なんかね、あの、パッドに音をこう割り当てて、それを叩くと、なんか、リディオ P でやったのは、ピよってな,なるやつとかね。そこにぴよっていう音をはめたら、そこをポンって押したら、ぴよってなるの。っていうめちゃめちゃ可愛いい機械があって、その機械をね、あのね、実はずっと前にいただいたんですよね。あれ、いつもらったんだ。シーナの日で使ったんですよ。去年かな。 2019年のシーナの日でパッドを使ってやる演出があってその時にスタッフさんが買ったやつをその日にもらって帰ったんですよまさか1年越しにねそれをちゃんと使える日が来るなんてっていう感じですねそういえばこのさ YouTube をさやるにあたってよ撮影をさするわけじゃんカメラで,でカメラなんてさ持ってなかったからさ YouTube を始めるってなった時にガジェットが好きなスタッフさんがいるんですけどその人が優秀なカメラカメラカメラなのかなをねあの貸してくれたんですよ有名なちっちゃいカメラなんですけどなんかこの今ね皆さんに見てもらってる映像とかもあの夏川城の書斎のねゲームのソフトがいっぱい並んでる本棚の上にポンって置いてそれをもう定点にして映してるっていうやつなんだけどなんかねそのね カメラ自体はめちゃめちゃちっちゃいんだけど、そのカメラで映した映像を手元のスマートフォンで確認しながら撮影できるっていうやつでね、あの結構細かく設定もできるし、まだちゃんと私、私がちゃんと扱えてないから、あれなんだけど、すごくいいものを貸していただきました。でももういい時代だよね。なんか、なんていうの、私ね、なんかね、でっかい機械がね、嫌なのよ。<laughs> でっかい機械が嫌ってどういうことって感じだけど、 保管するのに場所を取るものはねあんまりねあの家に置いときたくないんですよなるべくコンパクトにねあのしときたいっていう願望があるからさだからそういうカメラとかもさすっごいでっかいやつじゃなくてこういう本当に手のひらサイズのものであのこんなに綺麗なね映像が撮れるようになったっていうのは本当に素晴らしいこと,ことですねまあでもやっぱカメラでさ自分で撮影とかを差し出すとさ 高いか、めちゃめちゃ高いかもうカメラってこんなピンキリなんだって思いましたけどめちゃめちゃ高いカメラで撮った動画とか見ちゃうじゃんそうするとさうわめっちゃ綺麗って思ったりするわけよでも私には扱えないんだろうなと思いつつなんかいつかそういうカメラとかも自分でなんか設定して綺麗な動画を撮れるようになったらえー、かっこいいなーってちょっと思ってますちょっとね私ね趣味をね増やしすぎてるからそろそろ自粛した方がいいんだけど自重した方がいいんだけど 次のね、夏川の趣味の候補は、まあ第一次がカメラですね。カメラは、カメラはお金かかるって言うよ。でも極めたらすごい楽しそう。いや、本当にゆるゆる喋ってるからもう本当 まとまりがないお話で本当に申し訳ないです。本当にあれだよ。あなんか、あの、寝る、寝れないな。今日寝れないな,な、ま。もうなんか今日寝れないわ。なんか体が寝る気ないな。みたいな時とかに、これ流しながら、あの、なんかうとうとしといてください。か私もこれ自分で喋っててうとうとしてきたわ。全然、真っ昼間なのに。<laughs> なんかわかんないけど、自分の声って眠くなりません自分の、その、なんていうの、一番リラックスしてる時の声って、 眠くなりますよね最後はこのさ自粛期間というかねやっぱお家にいることが多くなったからかわかんないんですけど部屋着着をね着る時間が長くななったわけなんですよ私基本部屋着はグッズの T シャツとか頂き物の T シャツとかで賄ってるんですけどあの着る時間が長くなったからか洗濯の回数が増えて。 そのせいか、あ <laughs> の、軒並み首元ダルッダルになってて <laughs>、今、部屋着の、部屋着の首元が <laughs>。ちょっとね、だからね、部屋着をね、あのー、改革しようかってちょっと思ってるんですよね。部屋着ってさ、このダルッダルでもいいじゃん、別に。あ、なんつうの、もうこう、ダルッルだからいいじゃん。その、なんていうのかな。ストレス、もノンストレスだから、部屋着なわけじゃん。 だからね、別に変える必要ないなって思うんだけども、思うんだけども、やっぱりなんかそう気持ちとしてさ、ダルダルのもの着てると気持ちもなんかダルダルになるわけですよ。だからね、まあ、こういうダルダルな部屋着を着るのは、まあ、週にさに、2回ぐらいにしといてさ、<laughs> 他の日はさ、ちょっとこう、身が引き締ま、まあいい身が引き締まるまで行くとちょっと部屋着って感じじゃないから、まあちょっとちょ小綺麗なさ、部屋着に、 しとこうよっっっててちょっと思ってるんだとこの間お買い物に行ったんですよお買い物に行った時にあそうだ部屋着なんか探そうと思ってあの某有名なパジャマ屋さんに行ったらめちゃめちゃ可愛いパジャマがねあったから思わずセットで買ってしまいましたなんかねクマのやつ白クマ白クマのなんか上下の黒と黒,黒と黒のなんか上下のやつですすごい可愛いやつをね 買いま,したまだ開けてなくて着てないんですけどあれはすごく良さそうちょっとなんかねいつ着るかみたいなとこあるんだよねいつから着始めるかみたいなところある部屋着をさ下ろすタイミングってめっちゃむずくないえー、でもなあんまり取っとくのも嫌だなあじゃあ次徹夜でゲームしようって意気込んだ時に着ようかなそうしよう徹夜でゲームなんてもう最近やんないですけどねそうそんでさそのさ くまちゃんの部屋着をね、探してた時によまあそなんていうのファッション複合ビルみたいな複合ファッションビルみたいなさあるじゃないですかそこに行ったんですよでせっかくだからと思っていろんなお店をねちょっと軽く見て回ったんですけど結構さどこのブランドもさオリジナルの布マスクをね売ってたのよでえめっちゃ可愛いって思ってでもあのマスクまああるんだけど 使い捨てのやつがまだあるんだけどやっぱほら手に入らなかった時に私も布マスクを買ってたんですよちょっと柄がついてるやつそれ結構あの個人的にすごい好きで結構つけてたからあ布マスクなんかこんなにいっぱい可愛いのあるんだったらちょっと買ってみようと思って目についた布マスク全,全買いした全買いまではいかないけどだいたいどのブランドもねなんかね5種類ぐらいのなんかいろんな柄とかサイズとかで出してるから そのうちのなんか1個をね気に入ったやつを1個ね買ってね6つぐらいの,あのブランドさんで買わせていただきましたまあマスクだからそんなにねあの高いもんじゃないからよ,よかったんだけどあのどのな何つうのかなブランドのカラーが出てるというかさその,そのブランドで扱ってる T シャツのさあのロゴが入ってる布マスクとかあとはそのブランドのロゴが入ってる布マスクとかさ 色とかもカラフルでとかさ、やっぱそのブランドのカラーが出てるんだよね。それもまだ開けてない。<laughs> <laughs> でもこの間さ、私も、今もう何分くらい喋って、<laughs> 喋りっぱなしなんだけどさ、いやもうすごいよね。ほんとね、自分でも感心する。こんなによ。こんなにさ、だって一人だからね、相手いないんだよ。一緒におしゃべりしてくれる相手いないのに、 今私壁に向かって話かかけててんだよ壁に向かってさひたすら 15, 15分もずーっと喋り続けてるのすごくないもうほんとに何なの <laughs> 口から生まれてきたんかっていう友達とね久々に会ったんですよそれまでは1ヶ月に2回ぐらいは絶対会ってた友達だったんだけどとねえーとね23ヶ月ぶりもっとかなぶりぐらいに会いまして まあなんか 5, 5時間ぐらいは一緒まあなんか、あのー、ご飯食べたりとかあの公園をね歩いてみたりとかお散歩したりとかねしてたんだけどその5時間ずっと喋ってて何の話したかなでもなんか最近のその何て言うの、まあ、近況の話もそうだけどあとそれこそ今日私が今さっきしたみたいなさ部屋着がだるだるでさっていう話とかさ布マスクが可愛くてさみたいな話も結構したと思う。 いや本当にこういう取り留めもない話をねひたすら5時間ずっとだラ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 喋ってて <laughs> そういう時間が大切だったりするんだなって思ったよ夏川はね友達のね数は少ないんですけど質はすごくいいと思ってるので <laughs> 本当にあのー、もうね一生友達でいられるなっていう友達が何人かいるのでそういう友達ともね こういう、こういうふうにちょっとまあ、期間は空いちゃいましたけど、夏川的には、あの、ずっとね、仲良くさせていただきたいと思ってる友達なので。あ、こう、だってさ、こんなおしゃべりなさ、夏川のさ、おしゃべりに付き合ってくれる人なんていないよ、マジで。ずっと喋ってんだから <laughs>。えでもね、これね、夏川家全員そうかもしれないわ。なんか私、これ、 これ普通なんだよねこの,このぐらい喋るのは全然普通なのよ。夏川家が車でドライブする時の車の中の会話すごいからね本当にずっと喋ってるし誰も黙らない <laughs> そのぐらいもうみんなねおしゃべりなおしゃべりな家系なんですよ。もうちょっと季節は外れちゃいましたけどやっぱね夏川千葉出身なんですけど千葉県はねあの、まあ、冬から春先になるといちご狩りをね できるる施設というかが増えるんでですよイチゴ狩りしてでもねだいたいね夏かわ家でいちご狩り行くとその場でひょいぱくできるところに行くんですよ。で食べ足りないからっつって直営所っていうのかないちごの直売所そこでいちごをねあの好きな銘柄のいちごを大量に買って箱で買って車の中で食べながら帰るっていう。で家に帰ってからちょっと冷やして食べるっていう。 そんんなな感じなんですよ松川家のいちご割そういえばね,あのねまだ届かないんですけど今年はねふるさと納税であのサクランボを頼んだんですよなんかね私普段あんまりそのふるさと納税をねあんま積極的にしてなくてっていうのも届くじゃないですかそのフルーツとかさお肉とかまあお肉とかまだいいんだけどあのフルーツとかはね足が速いじゃんすぐほら売れちゃうじゃん 去年の冬にね、みかんを頼んだの。そしたらなんかね、何キロだっけな ?5 キロぐらいだったかな ?5 キロドー,ドーンって箱で来て、わ、やっと食べ放題と思って、好きなだけ食べてたんですけど、やっぱりね、消費しきれなかった。<laughs> 最後の方、何個かね、カびちゃったし、それがちょっとなんかもったいなくて、食べきれないからなと思って、あんまり頼まないでいたんですが、 やっぱこう、家にいる時間が増えたからか、そういうものもね、多分消費しやすいかなって思って、あのー、まあ、ここぞとばかりに、普段あんまり買わないような、頼まないような、ふるさと納税もね、やりました。あのー、こないだ、ハマグリをね、頼んだんですよ。ハマグリ。ハマグリしかもね、あんまり多くなかったの。1キロ、あ、1キロもないか。0.8キロとかかな。 まあ割と大ぶりなハマグリが8個も入ってなかったかな。6個ぐらいだったかな。妹と食べましたね。あのね、な、酒、酒蒸しじゃない。だしえっ、ー、とね、白だしで煮たの。<laughs> 白だしで煮て、ちょっとそのハマグリのだしを出すみたいなやつにしたんですよ。めちゃめちゃ美味しかった。ハマグリとかもね、なかなか、あの、あれ冷蔵で来るんで、冷凍とかじゃなくて冷蔵できちゃうから、 早く食べなきゃってなるんだけど、普段のね、こういうほら、家にいる時間がなかなかさ、ないようなタイミングだったら、頼まなかっただろうなって思った。いや、美味しかったないいよね、ふるさと納税。だからね、あの、もうすぐ多分、さくらんぼが来るはずなんだ。それがね、今の楽しみでございます。というわけで。 本当に長い間、夏川のおしゃべりに付き合ってくれて <laughs>、ありがとうございます。ただね、本当に取り留めもなく、何のオチもない話をずーっと喋っておりましたがね、意外とやっぱこういう話をね、できる場所って少ないんですよ。なんかラジオとかだとさ、やっぱちょっとオチがある話じゃないとダメかなって思ったりとかするし、ブログだとね、あの文章になっちゃったりとかするし。だからね、たまにはね、こういう、10本に1本ぐらいは <laughs>、 こういう動画でもいいんじゃないかなって思っております。なんかあれだね。最初にさ、作業用動画にしてみたらいいと思うって言ったかもしれないけど、作業用動画になるわけないよね。こんな喋ってたらさ。<laughs> 俺作業してるのにお前めっちゃ喋るやんみたいになるよね。<laughs> あ,あのあれでした作業。作業を邪魔する動画でした。<laughs> 皆さんの作業は進みましたか進んでないでしょうね。ごめんなさい。<laughs> いやもうさこういう、こういうのさ、終わり時わかんないよね。いつ終わったらいいのか、もうほらほら、わ終わる、終わるよ、みたいなさ、あの、におわせをさ、しといてさ、そっからまだあと2分ぐらい喋ってるからね。もう、こういうのこういうのの積み重ねで、5時間ぐらい喋るっていうね、女子会が生まれてしまうわけよ。これ、全国の女子はね、結構ね、あのー、分かってくれると思うな。そ <laughs> ほうなの、ほうなのよ。はい。 さすがにそろそろおしまいにしようね。もうだってさ、あれだもん、メイキング用に通ろうって思って撮ったさ、映像の素材足りなくなる可能性あるからマジで。<laughs> はい、じゃあ、じゃあ、えー、今回はここまでにしたいと思います。じゃあね、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。本当にオチがない。<laughs>